はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとあの特別ゲストということで、はいはい、まあ、来ていただいたというか僕が来たんですけど、はい、ありがとうございます。今名古屋にいるんですけども、はいはい、栄にいるんですけども、はい、ちょっとですね、あの今日あのコラボさせていただくのは小顔王子、はい、小顔王子こと中井さんに、はい、ちょっとコラボさせていただいて、はい、愛知県の名古屋市で、あの小顔専門サロンビキュールをやっています中井と申します。どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしいサロンですね。ありがとうございます。今ちょっと画面上には映ってないですけども、すごい、はい、あの綺麗な空間で、この壁が壁あとこの辺とかこの辺出しますか。あのポンポンってね、一瞬で、はい、写真を出していただいて、はい、本当に綺麗なサロンなんですけども、うん、今日はちょっとコラボということで、はい、小顔王子の技術をちょっと紹介していただけるかってことでいいんですよね。はい、はい、セルフケアですね。セルフケアですね、はい、セルフケアね、はい、一応ほうれい線を、ほうれい線で、はい、薄くする、はい、方法を教えていただけるということで、うん、脂肪を潰して、はい、流して、はいはい、でほっぺたシュッと刺してして、ほうれい線薄くするっていう。そうですね、あの高低差をなくすというか、お肉をなくしていこうという技を。お肉をなくせるんですよね、はい、脂肪を潰して、はい、なんかこれってことですもんね、うん、そう、そこのこの脂肪ですよね。これですもんね。そう、これ脂肪ですね。なのでまあ、うちあの小顔専門なんですけど、あの送信って言ってね、あのインドエステだとこう脂肪を潰して、うんうん、リンパに流して、はい、あの送信で痩せさせるっていう技があるんですけど、はい、それをもう顔でやってるみたいなもんですね。そう、脂肪をね潰して流すっていうのは、はい、あんまりこう治療業界じゃないというか。そうですよね、僕エステ業界で生きてきたんでね、ね、そういうインドエステのようなものが取り入れるっていうのは、はい、ちょっと僕も初めてなんで、はい、これをちょっと今日は教えていただけるということで、はい、もうちょっと早く教えてください。わかりました。ですね、まずここですね、この脂肪がまあ硬いとやっぱり流れないっていうのがあるので、はい、ここをまずほぐすという意味で、はい、まずあのここですね、これ第二関節、人差し指の第二関節をこう当てまして、で親指をちょっとここで支える感じの頭を支えるんですね、この頬骨の横ですね、はい、ここをちょっと支えていただいて、本当は両手でこうやるんですけれども、こうやるけど分かりやすいように今日半分ちょっと右だけ先やって、うん、変わったところをちょっと見れるといいかなと思います。でその場合ちょっと左手をこの頬に置いていただいてこうやるんですけど、これはこれがないと首疲れちゃうんですよ。あ、こっちで押したのを支える、そうそうそう、ちょっと支えるぐらい、お尻を上げて支えるぐらい、これこ、はい、こういうことですね。そういうことですね、はい。で、まあ、自分がなくしたいところお肉ですね、鏡見ながら、あ、ここのお肉なくしたいなと思ったらここをカツッと当てます。思いっきり押すというよりはゆっくりこっちですね、自分の方に押していただいて、当たりを感じたところでこうグリッて3回転します。グリッ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 と、でこの骨の上というか、そうですね、当たりがあるところですね、もう骨一発で当たりますよね、はい、当たります。したらその当たりがあるところで回していきます。こういう風だと浅いんですよね、こんだけ回っちゃうと、うん、皮膚が引っ張られてる感じなんで、その当たりがあるところでこの圧を変えずにグリッグリッと3回回す、でこういう感じでこうほぐしていただきますね。でここを気になる方もこっちの横もいいです、うん、こうほぐしていきます。なんとなくこうほぐれてるのも感じてほしいんですけどね、うん、こう柔らかくなって柔らかくなってくる、そうですね、柔らかくなっていくのを感じていただいて、でこれができたらそのままにしていくと、あの脂肪がここに溜まってる状態なので、あの肌荒れニキビとか出てきたりしますので、うん、それは鎖骨に流したいんです。こっち側に、そう、はい、鎖骨に流したい。でその時にもう手を組んでいただく、手を組んで、はい、で組むんですけども、右側をやる時は左の親指が上です。右の時はこう、こうです。こっちの時はこう、そうです、逆になります。で使うところはここですね、親指の側面、側面、はい、ヘリというか、はい、はい、でこれを小鼻の横に当てます。小鼻の横に当てる、当てます、まあ
本当鼻の横ってことですね。横ですね。で横を当てていただいて、コマの横から頬骨の、横に入る手前までですね。はい、でここでこれもしっかり当てて当てます。しっかり奥に当てて、そうすると深い層から脂肪を潰せるの で、ここまでブチブチブチっといきます。でここで止まって、で今度は山越えて、はい、でそこから耳までっていう感じ。うん、これを受けるかというと、ここからこうやると圧が抜けてツルッと滑っちゃうんですよ。当てる。ポーンと、ね。ポーンと。滑っちゃうんで、一回ここで止めます。で、耳まで行きます。で、これを3回。もう一回ですね。はい。で、またまた下に行くと思う。手をちょっと横にしていただいて、で、耳の前を通って、耳の前を通って、で、首の前を通って、鎖骨に流します。はい、そうすると、ここの脂肪がなくなるっていうのと、今筋肉にもアプローチしてる部分もちょっとあるので、ここがこう上がってくるんですね。要はほうれい線はこのお肉がこう斜め下に内に入ってくるんです。そうするとこうなっちゃうんで、こっちに脂肪を外に開いてあげることで、こうそうですね、でほうれい線がなくなるんです。さっき最初しっかり潰しといて、ここで柔らかくなってないとダメってことですね。そうなんですよ。先に脂肪を潰して柔らかくすることで流せるし、で筋肉も鍛えることができる。潰しといて組んで、で当てて、でここまでいくで、こっから下と、そうで流すときはキーパーってこう本当にこのくらいで流れるんで、力はいらないです。ここはね、ここは潰すので、ここはずっと潰すのでいる、圧迫がいるんで、で流すのはもう力抜いて、あら、ここはじゃあサーリー、サーリーです、はい、リンパマッサージの時にサーリーですね。そうすると、まあ分かりますかね、ちょっとこう上がって細くなってるの分かります？細くなってる。ここも脂肪がなくなるとここ細くなるんですか？こう触っただけでも、こっちの方がちっちゃいですもんね。ちっちゃくてちょっと上がってる感じすると思うんですよ。ボテッと感がないです。はい、そうですね。これをご覧の今やっていただいた方はちょっと鏡見ていただいて、ね、そうですね、最初に触った方が良かったです。最初に触っておいてね、触っていただいて、この触って私のお肉感、高さこんな感じかなっていうのと、はい、鏡と両方で、ね、実感していただけると楽しくなってくるんですよ。できればさっきちゃんとビフォアをね、ビフォアを見てから、やって、はい、で片方だけやって、はい、触ってみると、そうです、触ったら全然ちゃいますもんね。違いますよね。お風呂じゃなければ化粧水とかクリームとかちょっと滑るもの、ちょっとここのところに滑った方がやりやすいんです。摩擦になっちゃうんで、ちょっとこう肌弱い人とかやったら、ここで摩擦になるから、ちょっとクリームとか買った方がいいと、はい、お風呂でやることが本当多いです。洗顔の時にとかやると、いろんな水分が出る。の方が温まってきて、循環もいいから、より流れやすいですね。流れやすいし、柔らかくなるんで。すごいじゃないですか。ありがとうございます。脂肪を潰して流す。流す。ということは、理論上ここだけじゃなくて、でここのお肉もなくせるし、ここ下の方とか、フェイスラインとか、はい、こことか、全部できますね。こことか、はい、他にもいろいろあるんですね。まあめちゃめちゃいっぱいあります。めちゃめちゃいっぱいある。小顔に関してはもう10年やってるんで、その小顔王子のセルフケア、はい、まあ今ご紹介していただきましたけど、はい、他にもあるじゃないですか、はいはい、他のやり方はどこに載ってるんですか？はい、ありがとうございます。僕も最近ね、YouTube をやり始めました、はい、そちらの方でいくつかね載ってるんで、もう顔全体のことをしてるんで、ちょっとやってみて効果あったなと思ったら、いろいろあるんで、まだ悩みとかもたくさん皆さんあると思うので、ぜひ見ていただけるといいかなと思います。リンクの方ですね、はい、小顔王子のチャンネルのリンクは説明欄に貼っておきますんで、うん、もうぜひ、もう多分もう今すげーってなってると思うんで、絶対すぐ効果出るんでね、他のやつも見たいという方は、うん、そちらの AG パックもぜひご覧ください。ありがとうございます。はい今日は小川王子こと中井さんとコラボ動画を撮らせていただきました。今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、この動画はこれで失礼します。さよなら。